ハリファックス爆撃機のビブ重手を描いた第二次世界大戦中のイギリスのポスタービブ重手、または後部重手は機体後方、または機尾方向からの敵戦闘機の攻撃に対して旋回機関銃や旋回機関砲を持って防御を行う重手の役目を担う軍用機の乗員。ビブ重手は一般的に後方視界を妨げない機体背面や機尾に設置された。 可動式重砲を操作する。ビブ重手という用語は、通常は重火を操作ないし重刀内部にいる乗員のことを、指すが、機種によっては、ビブ武装が機体の別の部位から遠隔で操作されるものもある。アブロランカスターのビブ重刀 B-17 のビブ重刀後方向き武装の種類や配置は国により、様々であった。 B-17 フライングフォートレスや B-29 スーパーフォートレスといった第二次世界大戦中のアメリカ陸軍航空軍の銃爆撃機では後方の縦横方向へ約90度の社会を持つ独立した銃刀を銃手が固定位置から操作していた。典型的な武装は2丁のアン M20 機関銃であった。これとは対照的に イギリス空軍のアブロ・ランカスターやハンドレ・ページ、ハリファックスといった銃爆撃機では、4丁の M1919、機関銃をビブ銃4ごと乗せた180度、旋回可能な動力式銃頭を使用していた。これと似た配置は、アメリカの B-24、リベレーター銃爆撃機でも採用していた。ド17や HE111、1088といったドイツ空軍爆撃機の、 後方用の防御武装は、大抵上員区画の後ろ下胴体途中の背面に、ある重火であった。これは、胴体上面をカバーするには十分であったが、胴体下面をカバーするためには、胴体下面に重灯を追加する必要があった。187ス通火や、SBD ドーントレスといった、より小型の軽爆撃機や攻撃機では、後部重視は操縦士のすぐ後ろに座り、開放状態、 または、天外で閉ざされている、銃火に据えられた、機関銃を操作した。通常、これらの形式の機種の後部重視は、通信士や広報士を兼任していた。ビブ重視には、敵戦闘機の索敵という2番目の任務があり、特に夜間爆撃時には重要であった。これらの爆撃機は、密集編隊を組まず、個々に飛行したため、攻撃してくる夜間戦闘機に対する最初の、 対応として、コルクスクリューロールのような大胆な回避行動を取らねばならず、防御用の発砲は二の次であった。イギリス空軍では、俗語で、ビブジューシュのことをドン・シリ・チャーリーと呼んだが、その一方で、ドイツ空軍では、ヘックシュバインと呼んでいた。ビブジューシュは、第二次大戦中に、最も一般的に活用され、その最後は、ベトナム戦争での大型爆撃機であった。 しかし、この役割は、空対空ミサイルのような長射程の対空兵器と、同時に近代的なミサイル単位。B-52 のビブジュ重ー刀ーラインバッカー2、作戦期間中の1972年12月18日、アメリカ空軍戦略航空軍団の B-52、ストラトフォートレスが、北、ベトナムに対して、最大戦力で空爆を実施していた。爆撃機が、 目標に向け接近すると、サムが B-52 の周りで炸裂し始めた。コールサイン、ブラウンスリー機が登壇を完了し、北ベトナム空軍の戦闘機が迎撃に上がったという警告を受けて旋回して引き返し始めた。ブラウンスリー機のビブ重手、サミュエル・オーターナー軍装は、急速に接近してくるミグ -21、フィッシュベッドを捕捉し、射程に入ると4連装の案。 M20 機関銃の一連射で敵機を撃墜した。ターナー軍装は、朝鮮戦争以来初の敵機を撃墜した、爆撃機のビブ重手となった。基板55から0676の B-52 は、現在ワシントン州、スポケーンのフェアチャイルド空軍基地に展示されている。同年12月24日、同じ爆撃構成の最中に、現在コロラド州のアメリカ空軍主管学校に、 展示されている B-52 ダイヤモンドリルキが大群にある列車集積所を攻撃した。迎撃に上がってきたのは北ベトナム空軍のミグ -21 でダイヤモンドリルキのビブ重種、アルバート・ E ・ムーアイ等兵は4000ヤードの距離でミグ -21 を捕捉し4連装のアン・ M20 機関銃を発射した。ムーアイ頭兵の撃墜は 別の B-52 のビブ重手、クラレンス W 中途技術軍装により目撃され、中途技術軍装は炎に包まれ墜落するミグ -21 を確認した。ムーア一等兵は戦時に機関銃で敵機を撃墜した最後の爆撃機のビブ重手となった。ここに挙げた航空機は様々な後部重座、ビブ重座を持っている。 ビブマッタンのスカーフリングに2丁のルイス系機関銃を装備。第二次世界大戦中のイギリス空軍の爆撃機は通常 M1919 機関銃を装備したナッシュトムソン社製の油圧式かボールトンポール社製の電気油圧式のビブ銃刀を備えていた。当初は単装のルイス系機関銃を装備した手動操作式のビブ銃刀を備えていたが、後にに または四連装のナッシュトムソン銃刀を取り付けられるようになった。四連装ナッシュトムソンビブ銃刀を搭載。四連装ボールトンポール銃刀を搭載。四連装ナッシュトムソンビブ銃刀を搭載。第二次大戦末期にはビレジイン自動レーダー照準銃刀を装備した機体もあった。ビブ重種の位置からエンジンナセル後方のバー,アーベットに搭載した。 イスパの 20mm 機関砲を遠隔操作できる。2連装 M1919 機関銃を装備したビブ銃刀を搭載。アメリカの爆撃機としてビブ銃座を初装備。回転式ビブ銃刀を搭載。回転式ビブ銃刀を搭載。回転式ビブ銃刀を搭載。固定式ビブ銃座を装備。回転式ビブ銃刀を搭載。ビブ銃刀以外はなし。ビブ銃刀以外はなし。 ビブ縦糖以外はなし。コックピット後部に旋回式銃座を装備。回転式ビブ縦糖と胴体仮面銃座を装備。海軍機で初めてビブ縦座を搭載。日本の航空機で初めて密閉式のビブ縦座を導入。1型オツで日本初の遠隔操作式の無人ビブ縦座を採用。また、2型オツでは後部背面銃座を 10一式1031式 12.7mm 旋回機関砲を備える砲塔に換装。陸軍機で初めて有人ビブジューザを採用。歩一姿勢 20mm 旋回機関砲を搭載。海軍の陸上機で初めてビブジューザを搭載。ビブジューザに99式 20mm 機銃を一門搭載。保護2式 20mm 旋回機関砲をビブジューザに搭載。 保501搭載による重量増加で大半の防御銃座は撤去されたが、ビブ銃座だけは残された。ビブ銃刀を搭載し、12.7mm 機銃を一丁搭載。六角した B-17 フライングフォートレスのビブ銃座をもとに、12.7mm 連装機銃を装備した動力式のビブ銃座を搭載。ありがとうございます。